こんにちは。アイチャンネルのオノアイです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは、私の愛用するコスメで特におすすめなものということで、今日はこちらの下地をご紹介させていただこうと思っています。ポール&ジョーのラトゥーエクラの、ご紹介になります。N01。いつももう使っていて、こっち新品で、私が場所なので、在庫は必ずどんなものを持って1個以上持つタイプなんですけど、下地なんてとっても大切なので、在庫もありつつ使っているものもあるっていう状況なんですけども、こちらがラベンダーのパールが入っている商品になっていて、ちょっと乗せてみますね。こんなテクスチャーになっていて、乗せすぎちゃいましたかね。すごく伸びます。でこちらは何が良くてどうやって出会ったのかっていうところが、あらゆる雑誌に載っていて試してみたって出会いなんですけど、はい、伸ばすとこんな感じです。さあ、わかりますか。こっちはキラキラしません。こっちはすごくツヤが出ます。ツヤ感はおすすめの商品で、すごいここ分かりやすいですね。ツヤありツヤなし、何も変わってないのに、同じところなのに、うん、あ、分かりやすいですね。下地だけです。こちらは肌が荒れないところで、下地って一番大切だと思ってるんですよね。化粧の中でも下地が大切で、お家も土台が肌地じゃないですか。なのでベースになることってでも一緒なんですけど、こうベースが素敵な方っているじゃないですか。どんなお仕事してもこう売れっ子になったりされてるイメージあるんですよね。例えば前澤社長って言えば、今いろんなことをされてますけど、多分ご飯屋さんやられても、他のことされてもすごくヒットされるの浮かばないですか。浮かびますよね。まあ、ベースがだなってどんどん年を重ねてきて思っているんですけど、このベースにすることによって崩れにくくなりますし、ツヤ感もベースがツヤツヤしてるので、時間が経ってもツヤツヤした化粧崩れになりやすいところ、テカってるとは違うのかな、すごくおすすめです。この紫のパールのものに最初は違うものしかなかったんですけど、途中から紫のパールのものも出て、私はすけど、まあ、イエローベースの方、私イエローベースじゃないですか、わかりますよね、イエローベースなんですけど、イエローベースの方は紫のお色を使っていただくと肌が白く見えると、おかしい方すいません、この紫のパールのお色味 N01、 蓋のところがこのキラキラってしたものです。あとよく花嫁さんの花嫁メイクでも使われてるって紹介されているんですけど、それぐらい大切な日でも使われていて、メイクアップアーティストさんが使っていて、この前も親戚の結婚式参列させていただいたんですけど、そこでおすすめの商品ありますかってよく聞くようにしていて、プロの方なんて。でその時もこの下地の名前出てきたので、あと他の商品でおすすめって上がったものがあって、下地また別で載せたいなって思うので載せますね。そちらコスパもいいのにとても効果があるのでおすすめです。ということで、おすすめの下地愛用しておそらく5年ぐらい経ちます。もうこれ以外は今のところは買ってないですし、浮気予定もなく、この下地で過ごしていきたいなって今のところ思っております。ぜひお試しください。ではこの動画ですね、いいなってチャンネル登録をぜひお願いします。ポッとボタンもいいなと思っていただけた方お願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、フォローのほどお願いいたします。では本日も貴重なお時間をいただきまして、愛チャンネルのオーナー愛の動画ご覧で本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたします。